1784年の肖像、ジェームズ・セイヤーズが、第2代ハートフォード公爵、フランシス・イングラム・シーマー・コンウェイ、1743年2月12日1822年6月17日は、イギリスの貴族、政治家。1750年から1793年まで、ビータム子爵の儀礼称号を、1九十三年から1九十四年まで、 ヤーマス白爵の儀礼称号を使用した。初代ハートフォード公爵フランシス・シーモア・コンウェイと、妻、イザベラの長男として、1743年2月12日に、ロンドンで生まれ、3月12日に、セント・ジョージ・ハノーバースクエアで洗礼を受けた。弟のうちヘンリー、ロバート、ヒュー、ウィリアム、ジョージの5人が後に、クレート・ブリテン庶民院議員を務めた。 1754年から1759年までイートンカレッジで教育を受けた後、1760年2月2日にオックスフォード大学クライストチャーチに入学、1762年6月15日に MA の学位を習得した。その後、1764年から1765年まで家庭教師で高校科のウォルター・ボーマントと共にグランドツアーに出た。 シーモア・コンベイ家がアントリム県に広大な領地を所有したため、1761年から1768年までリズバーン選挙区の1768年から1776年までアントリム県選挙区の代表としてアイルランド庶民議員を務めた。1765年8月7日に、父がアイルランド総督に任命されると、父の強い後押しを受けて、 同日にアイルランド担当大臣に就任10月18日にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された。初代チャールモント伯爵、ジェームズ・コールフィールドはビーチャーム死爵をあの冷血貴族と呼び意味嫌ったという。1766年4月に父がイングランドに戻るとビーチャーム死爵もアイルランド担当大臣を実質的に辞任代償として 同年9月に、ダブリン城を守るという官職に任命され、1822年に死去するまで務めた。1766年4月、第三代エッジカム男爵ジョージ・エッジカムの指示を受けて、ロスト・ウィシエル選挙区の補欠選挙に出馬、グレート・ブリテン庶民委員議員に当選した。エッジカム男爵は、ビーチャム死爵のオジヘンリー・シーモアコンワへの要請を受けて、 ビーチャム主釈を当選させており、ビーチャム主釈もチャタム伯爵内閣期における採決で、おじと同じ立場を取り、クラフトン公爵内閣期でも、おじと同じく茶法の廃止に賛成した。1768年イギリス総選挙で、オーホード選挙区から出馬して、当選を果たした。オーホード選挙区は、第一次入閣する公爵内閣期より、大蔵省が2議席ともに掌握していたが、 ビーチャム子爵の父が周辺の領地を購入した上、1766年にチャタム伯爵内閣が発足したことも追い風になり、国王ジョージ三世はオーフォード選挙区をビーチャム子爵の父に譲ることに同意した。以降オーフォード選挙区はシーモア・コンウェイ家の海中選挙区になり、1832年の第一回選挙法改正で廃止されるまで、 シーモア・コンウェイ家の指名する候補が当選した。これにより、ビーチャム主爵は1774年、1780年、1784年、1790年の総選挙で再選した。1774年3月1日に、下級大蔵卿に任命され、以降アメリカ独立戦争期を通して政府を支持。 1774年4月には、茶法廃止への反対演説をした。1778年に、戦時大臣就任を望み、失敗に終わったが、1780年2月1日に、下級大倉卿から王室金庫役に転じ、翌日に、クレートブリテン数密院の数密顧問館に任命された。また、アイルランドに滞在することは少なかったものの、 アイルランド政策への関心はあり、1778年5月にカトリック解放を強く支持していることを表明したほか、アイルランドの独立立法権を支持するパンフレットを出版した。一方、アメリカ独立戦争に関する演説は少なかった。1782年にノース内閣が崩壊した後もノース派の一員のままであり、1783年2月に シェルバーン伯爵内閣のアメリカ独立、戦争予備講和条約への反対票を投じ、同年11月にチャールズ・ジェームズ・フォックスが提出した東インド法案に賛成票を投じた。1788年以降は議会活動が低調になった。1790年にはポートランド公爵派保育等の会合に参加するようになり、1791年4月に イングランドにおけるカトリック解放法案を支持した。しかし、1793年外国人法をめぐっては第一次ショーピット内閣を支持した。フランス革命戦争が勃発すると、1793年5月に非公式代表として大陸ヨーロッパに向かうことを申し出て、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム2世のもとに派遣された。 同年末までドイツに滞在した後に帰国し、在プロイセンイギリス大使への就任を求めたが、失敗に終わった。1794年6月14日に、父が死去すると、ハートフォード公爵位を継承した。同時に年収7万ポンドに上る領地も継承し、1797年には、ロンドンのマンチェスターハウスの賃貸券を取得して、自邸として使用した。以降は、 庶民院から貴族院に移籍したが、政治に関する弁論に参加することはなくなった。1800年合同法には賛成したとされる。1804年に、第二次小ピット内閣が成立すると、同年7月11日に、首名頭に任命された。1806年の政権交代により、首名頭を退任したが、その代償として1807年7月18日に、 ガーター勲章を授与された。ガーター勲章の授与は、ハートフォード公爵夫人と親しい間柄になった、折衝を対し、ジョージの影響力によるとされた。同年12月18日に、国王ジョージ三世の認可状を得て、妻と共に、妻の旧姓、イングラムを世に加えた。リバプール伯爵内閣では同じく妻の、 影響力により1812年3月7日から1821年7月18日まで、区内長官を務め、退任した時には公爵への少女を期待したが、首相リバプール伯爵の反対により実現しなかった。1802年から1822年に死去するまで、アントリム県首席治安判事を務めた。1816年7月19日から1822年に、 死去するまで、ウォリックシャー党官を務めた。1822年2月19日に、サフォーク海軍次官に任命され、同年に死去するまで務めた。1822年6月17日に、自邸ハートフォードハウスで、死去、28日に、ウォリックシャーのラグリーで埋葬された。息子、フランシス・チャールズが爵位を継承した。1768年2月4日、 アリス・エリザベス・ウィンザーと結婚、一条を設けた。ハートフォード公爵夫人、イザベラ・アン。ジョン・ホプナーが、1800年頃。1776年5月20日、イザベラ・アン・イングラムと再婚、一男を設けた。ありがとうございます。